チャンネル、えい、もう、岡です。愛車の居場所。はい、愛車ですね。まあ、もうガレージを、まあ、リビングと同じようにする。まあ、車が好きな人、結構いるんですよね。まあ、最近の若者は、まあ、車を持たないようになってきたということもあるんですけども、本当に車を愛する人は、まあ、車と同時に、まあ、ガレージもきれいにしていきたいなということです。で、この、車を愛する人、まあ、3つの、種類に分かれるんですね。1つは移動手段として車を所有していたいという人ですね。そして次は、車の改造まで、それまでを趣味にするという方なんですよね。もうプロですよね、そうなってくるとね。そして3つ目は、運転から鑑賞まで、まあ、車と一緒には楽しい、車と一緒にいたいという方ですね。この3つに分かれるですね、そういう形で、まあ、ガレージを、まあ、考えていくという形なんですよね。まず、まあ、入れるシャッターですね。シャッター、これどういうのがありますかというと、まあ、スチールシャッター、アルミシャッター、ステンレスシャッター、木製シャッター、この、4つがあるんですよね。まあ、上からだんだん高くなっていくんですけども、まあ、スチールシャッターはね、まあ、焼き付け塗装して、まあ、普通一般に見るようなんですけど、まあ、いろんな模様をしたりするんですね。次、アルミシャッター、もう軽いんですよね。軽くで、まあ、そこも焼き付けとできます。で、ステンレス、シルバー、まあ、アルミのシルバーもありますけども、ステンレスのシルバーがございます。で、木製だし、がっしりした、まあ、シャッターですよね。それだけあります。で、最近ね、よくあるのがですね、格子状になってるシャッターですね。まあ、グリル型ですね。上から下まで格子状に。まあ、アルミ製とステンレス製がございますけどもね。日光、まあ、まあ、光も入りますし、風も入るし、通気もあって、すごくいいんですけども。まあ、当然、ほこりとかね、雨とか侵入することもあるんで、その時にはちょっとね、車にね、覆いをカバーをつけてやったりする、そんな意外なところもあるんです。次にはもうね、上部だけグリル、上部だけ格子になってる、格子になってる上部開放型シャッターというのがあるんですよね。下だけはまあ普通の、まあまあ、閉じられたシャッターです。まあこれはね、風なんかでね、落ち葉とかね、ほこりとかがね、下から入ってくるんですね。上から巻いても下から入ってくることが多いんでね、まあそういう形にしてあるのが、まあ結構今、なっておりますね。で、移動手段として、まあ、車を所有される方はね、まあ、タイヤラックとか、ちょっとしたね、物を置いてかれて、まあ、それで必要なものを、まあ、置かれてるという、ちょっとしたものを、置くのをちょっと置くんですよね。そしてその次、車を改造と趣味する。この人はすごいですね。もう本当にね、車屋さんといいますか、整備工場みたいな感じで、まあ、人が、車の下から覗けるように、ピッとですね、ピットをそこに掘ってですね、人から入れるようにして、そして、ね、もっとすごい人、もっと恐れ以上にしようとする人は、まあ、針を丈夫にして、針からチェーンを下ろして、まあ、エンジンまた上へ上げれるような形を考える。まあ、これはもう構造から考えないと思うんですけどね、もうこういう方もいらっしゃいます。そして、運転から鑑賞まで、する人はですね、こういう人はずっと一緒に、車と一緒にいたい、ずっと車を眺めていたいという人なんですよね。まあそういう方は、まあ、ガレージと、まあこちらの、まあ人の居住部分と、どうしても排気ガスがいますんでね、まあそこを仕切るための、強化ガラス、まあ大きくする方もありますし、ちょっとするずっと見ていたいという方ですね。そういう強化ガラスが必要ですし、まあ綺麗にしなければいけないので、まあその辺のインテリアですね。そして、まあ、換気扇も必要ですね。排気ガスがありますんで。最近は、マフラーに直接つける換気扇もあるそうですね。そんなのも整備するのもいいのかもわかりません。どちらにしても、まあ、洗いとか、そういうの水勾配とか、まあ、排水口は、まあ、必須のものですね。で、最近は、まあ、電気自動車ね、それとか、ハイブリッド、プラグインハイブリッドとかね、これ、充電とか、まあ、充電できるぐらいのプラグをつける専用コンセントですね。まあ、これが必要になってくると思います。まあ、いろいろね、趣味で、ちゃんとやりたいという方がいらっしゃいますんでね、その辺も考えて、ちょっとおしゃれに、車と一緒に、過ごすということもいいのかもわかりません。はい、以上です。お、チャンネル登録お願いします。